ヒーロー大役の荒牧義彦です。ヒーローというキャラクターはね、もう本当この3年間続いてきたアニメシリーズで本当に面倒くさい子で、成長はしているんですが、今作もその面倒くささを遺憾なく発揮しております。そこのね、面倒くささを可愛いなと思っていただけたら幸いです。はい、ありがとうございます。続いて和田正成さん、お願いします。はい、島政役の和田正成と思います。そうですね、僕も3年やってきて、この島と共に一緒に成長してきて、今回は島としては親父が出てくるので、なんかそこは見どころなのかなと思っています。はい、ありがとうございます。続いて和田拓磨さん、お願いします。三崎一世役の和田拓磨です。今回はですね、私も三崎一世の父親との関係性が少しこう垣間見えるシーンがありますので、そういうお笑いとか楽しい一面もありながら、そういう親子ドラマのようなところもになっておりますので、ぜひ見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて染谷さん、お願いします。はい、高砂役の染谷修一です。そうですね、自分の役どころとしましては、過去の作品を出演させていただいた中で一番大声で喋ってます。前回も更新していきたいとは思うんですけれども、高砂には勝てず更新して、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ続いて橋本さん、お願いします。はい、和の楽役の橋本翔平です。我々ロングリーフといたしましては、相方のタスクがどちらかというとコミュニケーション担当で、僕がネタを書いてもう自分の世界に入るっていう役どころなんですけれども、それが3年前の初めての出会いで、もうそこからいろいろ成長しまして、ワンノ自身もなんかだいぶ打ち解けたといいますか、笑顔が多くなった一面とかもあったりして、ロングリードとしても今回新たな挑戦に挑んでおりますので、ぜひそこは見てほしいなと思っております。ありがとうございます。続いて田中さん、お願いします。はい、犬飼太助役の田中亮生です。先生、今翔平君が言ったように、なんか昔から変わらないものもあれば、徐々に変わってきたものもあると思うので、今回はロングリードとしても、犬飼タスクとしても新たな一面を、見ていただけるかなと思うので、ぜひ楽しみにしててください。3年続くこの上島で、皆さんコミュニケーション、橋本さんおっしゃったらバッチリだと思うんですけれども、今回の稽古場で面白かったことがあれば、それぞれコンビごとに教えてもらえたらと思うんですけど、コンビごとというよりは、結構その合作というか、全体的に集まって芝居、結構シーン的にもそうですし、なんか誰かがボケ出すと、その誰かのボケにさらに乗っかって、自然と輪になってみんなでボケているっていう空間が多かったですね。それがすごく楽しかったです。何かあったかって、何があった、ある、何があったか。まだダンスやってるのにはけちゃうとか。たくまくんがね、確かにそれあるじゃん。あります。可能性としては大いに。いや、可愛い。稽古中だからよかったけど。一人にされた。確かに。二人でまだ踊って歌う。片っぽがはけちゃう。片っぽがいなくなる。ありましたね。これでも稽古場のボケ数ので言ったら、荒牧さんちょっとダントツじゃないですか。いや、そうですよ。今回はたくさんボケさせていただきました。今回はじゃない、もうなんか安心してボケられる環境といいますか、なんか僕を甘えさせてくれる人たちがいっぱいいるので、大いに甘えています。しょうがねえな。お、だいたい折れないになってる。あと、さらに演じる島のお父さん役の、あ、そうだね、本田さんが、本田さんが誰よりも不安定。そうですね、ベテランで良くも悪くも不安定。良くも悪くもじゃない、悪くもです。ぜひそこに。確かにね、本当注目だね。彼は何を彼って言うか、ね、わからない。彼っちゃなんかちょっと悪口みたいな。はい、本当素敵なお父さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。